お久しぶりですね。お待ちしていました。超久しぶり。実に4ヶ月ぶりだね。そっけなすぎない？お待たせしました。実に4ヶ月ぶりのデトロイトビカムヒューマンです。すいません、最近完全にサボっておりました。はい、先生どうぞ。言います、サボってました。でもね、内容はちゃんと覚えてますよ。ちゃんと見返してきまして。雨降ってんね。これ多分バス乗ってるってことはカーラのあれかな、トットから逃げ出したあのアリスとカーラがって感じかな。あ、寝てる。なあ、あ、すいません。終点だよ。すいません、降ります。終点ですか。ああ、降りてくれ。アリス親密。あ、すごい。起こす、待って、起こさないといけない、いけないですよね。すいません、はい。あの、起きて。しょうがない、これは相手も働いてるんだから。まあ立ち上がりましょうか。しょうがないです。はい、行きます。すいません、お世話になりました。でもこのバスの運転手のおっちゃんはちょっと優しいね。バス降りる、こっちしか行けんか。操作方法を完全に忘れました。移動しかない。めっちゃ見てくる。ここに残りたいと伝える。泊まれる場所を聞く。泊まれる場所聞こっか。どこかに泊まれる場所はありませんか。聞きたいね。いや、知らないな。さあほら降りて。すいません、すいません。そうね、行くしかないか。もうしょうがない、降りよう。これはもう、すいません、ご迷惑おかけしました。お世話になりました。あー、ちょっと雨濡れ濡れ、寒いね。アリス寒いね。寒いよね。どうしよっかね。アリス平気？泊まれる場所を見つけようね。任して、俺がすぐに見つけてやるからな。寒いね。手つなごう、一緒に行こうね。よし、手つなごう。一晩泊まれる場所を見つける。はい。いや、このゲームの怖いのはさ、おアリス、アリス、アリス、どこ、お前道出んの、道出んの、危ない。こっち行くよ。怖いのはさ、適当になんか散策しすぎてもなんか時間的になんかアウトになりそうで怖いよね。時間オーバーとかなって、なんか逆になんかアリス風邪ひくエンドみたいになったら最悪やけ。バス停になんか止まってるアンドロイドがいる。こんにちは。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？ないですかね。おい、無視すんなお前。シャイなんか、シャイなんやろな。 しょうがないこれは。シャイならしょうがない。ここはバーガー。こんにちは。あ、はい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 。 No androids allowed。 あー、アンドロイドダメだそうです。すいません。奥にあるね、なんかこっち側ないか。とりあえず近くから行こっか。ストアってあれ、ついてきな。あんた、このとこ横断して危ないよ。よし、ここは、ただもうアンドロイド入んなって言われてるんですよ。これどうすりゃいいんやろ。別にできない、なんも。なんかどこもかしくもアンドロイドダメみたいな感じよね。周りを見る。はいはい、調べる。快適だが見つかるかもしれない。お金が必要。でも快適さ重要じゃね。ここは毎日24時間営業、泊まれない。泊まれんけど、ここは何、快適ではないが安全。どうやって中に入る。そうやな。これは快適からはほど遠いが見つかることはない。うわ、重要。見つかることはねえもんな。これは店閉まっていると。どうする。とりあえずこっち行こうか。このコーヒー屋さんとか入れん。すいません。あ、調べる、調べるってあるよ。ここ調べて、あ、ここね。朝まで開かないとしゃあねえな。どうしよっか。
いや俺はアンドロイドってかさ、あのカーラはアンドロイドやきいいけど、アリスがね寝てるね。アリスはね子供やから体力的なことも、ここだったら温まれるわね。とりあえずね、ちょっとね子供だからね無理させたくないな。服を着替える。そうね、風邪ひいとるよね。お来ました、センチュリー。ミツバチの過労死、ミツバチが過労死したらたまったもんじゃないですね。はいはいはい、ちょっと見てみようか。もうここら辺も見たくなかったら飛ばしてください。もうはい、ミツバチの過労死、花粉媒介の蜂がついに絶滅、何十年もの間科学者や農業経営者は花蜂の絶滅は避けられない事態だと予測していた。なるほどなるほど、なんか蜂がめっちゃなんか良くないね。でもミツバチって超重要ですからね、実は。影響大きい、そうですよね。農業に大きな打撃を与えるだろうと。まずいよね。結構蜂ってすごい重要ですからね。蜂がいなくなるだけですごい、ね、なんていう、いろんな食料になんか影響を与えるってのは学びましたよ。ロボットミツバチの開発。あー、でもそういうのもね、結構、重要っちゃ重要よね。少々お待ちくださいね。あ、すいません、あの、プレイステーションのコントローラーがベタベタすぎたんでちょっと拭いてきました。なるほどね。はい、学びました。これで表紙、お、なんこれ、夫がアンドロイドに妊娠させた、そんなことあります？音楽と向き合う、まあここら辺はちょっと読んでくださいね、詳しく。バーって読みます。まあね、こういう音楽とかもね、アンドロイドとか AI ができたらどうなるんだって話よね。ちょっとそれでも人間が必要なのか。あら、めっちゃアリス見てるとした。アリス寒いな、寒いよな、ごめんごめんごめん。なにこれ。でも金がねえんすよなと言っても、ちょっと何この映像、ちょっと何も入っとるわけでもないしな。どうしたもんか、寝とるな。お前寝てんな。あ、なんか調べれるぞ。ここ服入っちょるよ。いやー、そうね、服を盗むか。いや、これはダメだろ。そこは超えちゃいけんラインだと思うな。俺はアンドロイドでアリスのためでもあるけど、人間として人として超えちゃいけんラインだと思うんだよな、ここは。アリス行こっか。行きましょう。ちょっと、どうなんだろう。でもこれ取るところバレるところの方がリスクがでかい。ちょっとリスクがでかいな。あんまり、モーテル調べてみよっか。お金は、でもお金ないよな。バレた時がちょっとまずいよな。どうしよう。いやー、どうしよっか。ノーアンドロイドアラウ、やばいな、よくないね。入らないの？お金も持っていないし、この服のままじゃ泊まれないの。そうよね。だっけ、ここの、うわー、服見つける。いやでもあの服はちょっとな、とか目立たないよね、行動する。待て待て待て、なこれ、危ない危ない危ない、戻れ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 、あぶねあぶねあぶね、下手にバレるわけにはいかんな。とは言うてもよ、金なんてそんな落ちてないやろ。あるんかな、この先。あら、この先はなんか調べれるんかな。酔っ払いが寝てますね。いや、酔っ払いじゃねえわ。
この先は何もない。はい、すいません、すいません、ちょっとこれはどうしよっかな。いや、できればね、アリスのため考えたらこのモーテルで寝させてあげたいけど、でもアンドロイドやったらバレるし、この廃墟がいいんかな。快適ではないが安全。どうやって中に入るか、どうしよう。でもこんなとこでもね、今もうさ、人にバレちゃいけんみやし、ちょっとなんかあんまりモーテルとか快適なとこ求めない。アリス、アリス、アリス、どこ行ってんの、どこ行きよんねん、お前なし、お前、おいおいおい、遊ぶの遊ぶの、こっち来い。な、何座っとんねん、お前。あ、アンドロイドがいる。アリスを安心させる。待って待って、アリス、なしよ、アリス、どうした、アリス、アリス、どうしたんね。体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。まずい、困ってるのかい。お、何、行くあてがないの。困ってます。この人を頼るといい。何、そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。お化けやん、怖いって。なるほど、とりあえず行こう。アリス、次行く先は見つかった。ただちょっとやばいな、この前とアリスの体調が、ちょっと急がんとな。なんかない、ここら辺ゴミ箱とかさ、なんか調べれる。ここ何、廃車で一晩過ごす。いや、ちょっと怖いて。ちょっとだけね、ちらっと覗いてみようや。いやー、でもこんなとこでちょっと一晩過ごさせるのはちょっとあんま良くないかなと思うんですよね。いやー、ちょっと、いや、車よ、いや、ちょっと、いや、きついて。なんこれ、なんか調べるとこある？見る。何？ここは空き家ね。空き家？雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。え？そうね。やめとく？でも一晩だけ、ここなら見つからないでしょ。いやー、待って。でもなんか、アリスが嫌だっつってるよ。アリスがすごい嫌だって言ってる。でも車に泊まるかどっちがいいんやろ。うわ、これ、いやー。でも車とかちょっと、かなり不便。あ、買った、ある、すごいいいところに。どうしよう。どうしよう。いやー、ここに一晩はちょっときついな。会社みたい。いや、やめとこ、やめとこ、やめとこ。建物の方がまだいいんじゃないかなと思うんすよね。ちょっとアリスっていう幼い子を一人、車中泊はちょっとさせてられんな。怖いけど、よっこらしょ。失礼します。よっ、いた。大丈夫？え、大丈夫？ええ、かすり傷よ、気をつけて。大丈夫か、本当に気をつけてね、怪我せんようにね。よっ、そうね、カーラも大丈夫、ちょっと見てみるだけ。大丈夫か、血ってか、まあブルーブラッド出てるか、大丈夫か。さあ、入り口を、まあそうね、車よりはこっちの方がマシか。モーテルが一番いいんやけどね、バレるリスクが高すぎるかなっていう。ちょっとアリス？来てる、アリス。アリス、とりあえず雨当たらんとこ来い。アリス？あ、アリス？ちょ、アリスどこだ？アリス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 ？暗い暗い。お前、暗い、アリス。お前、怖いって、アリス。さあ。さあさあさあ。引っ張る。
誰もおらんことを願うが、アリス瞬間移動してきた。見る。パッと見いないかな。そうね。さあお邪魔します。入れんのかい。まずいな。アリス、アリス、アリス、な、何しよう、何しよう。アリス、おいおいおい、おいおいおい、アリス、ちょっと、ちょっと待て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 、お前、お客はいらない、奴らはラルをいじめる。ちょ、アンドロイド、アンドロイドです。見て、私もアンドロイドよ。アンドロイドです。はい、仲間、怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。客は危険だ、ラルフにこんなことをした。うわ、これも人間の仕業ってことか。安心、安心させ、安心、安心を。心配しないでいいわ。傷つけたりしないから約束する。アーリス、ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことしてしまう。ひどい目に遭ってきたんだ。傷が痛えな。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しをしない。え、信じるぞ。わかった、今晩だけでいい。こうか、ナイフ、ナイフしまえ、ナイフしまえ、来て、ナイフしまえて。さあほら、信用していいのか。こっちだ。逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。いや、ちょっと、いや、どたまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけど。いや、でももう今ここから逃げたら逆に怪しい、怖いか。あー、これ大丈夫か、ミスったか。怖い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 、ガチ来いよお前。ナイフしまえて。いや、おいで。はい。うわ、これ信用するぞお前。おいで。ゆっくりしていってくれ。ラルフは隣の部屋にいる。一緒にいたいけどやることがあるから。やること。アリス、明日になったらもっといい場所を見つけるわ。それじゃあ寝る用意をしましょう。しょうがない、火を起こすわね。しょうがないね。もうここで信じよう、ラルフを。ラルフって言ったっけ。アリスの寝る場所調べるとこ多いな。こっちから行こうか。これ何、これマッチ。あ、火つけよう、火つけようや。早く、ちょっと早く。はいはいはい。あ、そう、火つけてとりあえず温めさせよう。紙見つけた。木材、木材、木材ね。あ、なんかこう、こんな階段の裏に、あ、寝るとこ。はい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 。ここはもうないか。で、とりあえずこっちにこれ置こっか。寝床作って。しょうがない、まあ不格好ですけど、とりあえずね。はいはいはい、紙置きます。あと木が欲しいんだけどね。あ、木そこある。もしかして入り口。手に取ります。あー、これで、これでとりあえず暖を取ろう。これも外出れん感じ、もしかして。うーん、外には出れんね、もう。よし、とりあえず先に早く火つけてアリスを温めさせよう。
マッチをシュッとな。よし、アリス、あったまりな。あったまりな、アリス。さあ、寝ましょう。粗末だけど、でも暖かくはなるはずよ。よし。とりあえずね、服びちょびちょやよ、それ。乾かしたいけどな。アリス。パパは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だった？そんなことないよな。だからいつも怒られるの？ 100% パパが悪いです。家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね？しない。ねえ、約束して。絶対しない。いや、するする、しろしろしろ。約束する。ずっと一緒にいてくれる？もちろん。ずっと一緒よ。あー、アリス、ずっと一緒にいる。何があっても、この命に、俺の命に変えてでも守ります。さあ、もう寝ましょう。遅いですから。もうほら、もう寝ないと。あ、同じこと言ってる。寝ないとね。よ、おやすみなさいませ。ぐっすり寝るのよ。ちょっと一旦そっとしとこっか。横なりたいけど、もうちょっと見たいことがある、いっぱい。RA9、 これ何？ちょっとこれ怖い。ここ話しかけるの、もうちょっと待っとこう。ちょっと多分2階が気になるんすよ、こっち。あ、上行けない？行けるやん。こんにちは。上は上でなんか調べることが、部屋多いね。ちょっと見てみようや。あ、でも別に見るとこないんだ。いや、アリスとね、一緒に寝たいんですよ。寝たいんだけど、ちょっと見たい。ここは？なんかラルーもな、なんか別に絶対悪いって感じの人でもないとは思うんだよな。なんていうんやろ。そんなね、あ、鏡がある。鏡は見れるわけでもなく。そうね。あ、お風呂あるじゃん。なんかお風呂でさっぱりとかしたくないんかな。まあ、でも別に何かできるわけではないのか。なんかこれ怪しいけどな。ちょっと待って、それ手だよね。え、待って待って待って。え、なんかおるおるおる。え、おるよね、中に。手だよ、これ。え、やばい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 。アリス、出よう、ここは。アリス、ここまずいわ。ここまずいかもしれない。アリス、ここはまずい。アリス、ちょっと待って、まずいぞ、ここ。いや、もう話しかけるのも怖い。話しかけるの怖いけど、いいや。ラルフかな？お前、ラルフやったっけ？RA9、 どういう意味？ RA9？ え？壁の文字をなぜ書いてるの？わからない、わからない。怖いって。
鍵が1個ロックされたのがすごい気になるんだよな。もうないんかな、全部探索しようし尽くしたんかな。ここに寝る、いやちょっと椅子に寝るな、ちょっと。あーでも全部探索したっぽいんだよな。2階なんもないことある。いやここマジで気になるんだって。いや人間の手だって。いやもういややめとこやめとこ、ちょっとうんち漏れそうやけ。ちょっと今リアルにびっくりしたらうんち漏れるやるけ、ちょっと一回やめとこやめとこ、寝よ寝よ。世の中には知らなくていいこと、見なくていいこともあるからな。アリスと一緒寝よう。かわいいアリス。よしよし。カーラも休むんですよ。え、めっちゃ不気味。あ、終わった。超不気味すぎる。え、ルートでかっ、ルート長っ、ルート長っ。こんな超いっぱいルートあんの。そうよね、この廃墟に。ちょっと待ってくれよ、怖いって。他のエンドがいっぱいあるわけでしょ。これで駐車場行ったんやけど、これを車に行った場合だとどういうルートになってたんやろね。怖いな。車行くルートもあれば、コインランドリーで物を盗む場合もあったわけでしょ。いやでも怖いよ。いやー、いやこの選択は俺正しいと思うけどな。